評論の、話をします。お客様は、FP アセットマネジメント、株式会社代表取締役の、CFP ファイナンシャルプランナー、そして証券アナリストの三沢悦郎さんをお招きしました。こんにちは、はい、三沢悦郎さん。はい、今日はどんな話を。はい、はい、そうですね、主に、日本経済、それから世界経済の見方、それから新興国の、動向ということで、主にその点についてお話ししようと思います。はい、香川亮の今を生きるでは、ちょっと、はい、今までとちょっと思考の違った話になると思いますけども、はい、ぜひよろしくお願いいたします。はい、よろしくお願いします。はい、じゃあ三沢さんどうぞ。はい、はい、そうですね、まず香川さんは日本の経済は今後発展すると思いますか、どうですか。なんかまた人文景気とか、その岩戸景気とか、そういうのが来るんじゃないかと思ってる、そのバブルの再燃を望みたいんですよね。はい、なんかそういうその景気のいいお金がバンバン入ってくるようで、パパ使えるような時代になってもらうといいと思うんですけど、その発展するとか発展しないとか、はい、まあ、いろいろ説があります、はいはい、根拠というのはどのように。いやいや、昔あの各さん出てきて、あの頃すごく景気が良くて、まあ良かったなと思うんで、あの時代が良かったなと思うんで、またあの夢をもう一度っていう感じで、なるほど、その根拠はあまりないですけども、それで、まあ、国の経済が発展するというのはやはり、はい、まあ、人口というのが非常に大きな要素を占めておりまして、はいはいはい、まあ、生産年齢人口というんですけど、15歳から64歳の人口、はい、でこれがそれ以外の人口、はい、14歳以下、はい、あるいは65歳以上の人口に対して相対的に増えると、はい、増えると当然生産もどんどん増えるし消費も活発になって、はいはいはい、一時のバブル景気みたいなことになるんですけど、はいはいはい、で今の日本は逆に高齢者の方が増えていって、はいはいはい、若い人が減ってくると、うん、はい、まあ、働く人はどんどん減っていきます。そうですね、今ピラミッドですよね、逆のね、はい、ですから、はい、それがやはり非常に、はい、大きな影響があるというふうに私は考えております、はい、うん、例えばそれは具体的に何か数値とか表とかあるんですか。そうですね、ごく簡単に言うと日本経済というのはそのバンジージャンプ状態になっておりまして、バンジージャンプというのは一旦ドーンとしてちょっと上がって、はい、ちょっと上がって下がってということで、はい、だん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 こう振幅が迫ってくると思うんですけど、はいはいはい、でそういう状態に日本経済というのがなってきております。お、はい、で具体的にはやはり少子高齢化、うん、はい、今言ったような人口要因ですとか、はい、であるいはグローバル経済の進展とか、はいはい、そういったものが影響しておりまして、はい、であるいは経済の不足とか、うん、それから日本企業の、うん、まあ、競争力、はい、そういったものが延長してきておりまして、はい、でまあ最初の部分は言うなればの、うん、まあ、ここが変だよ日本経済ということで、はいはい、まあ、今までとはかなり大きく違ってきているということでお話ししたいと思います。はい、わかりました。で、香川さんは今まで、はい、景気循環あるいは景気回復という、はい、そういった言葉は聞いたことはありますか。ね、ありますから、だからまたバブルの時代にもう一度って、そのね、お金がバカバカ入ってきて、まあ、使い放題使いたいということですよね。はい、もう一度そういう風になりたいですよね。景気循環ということを言うならば、はい、落ち込んでもまた回復するという発想、もうだからまたバブルになりたいなと思いますよね。はい、で、皆さんが例えば経済学の教科書とかご覧になると、はい、
必ず景気循環とか、はい、そういった言葉が出てくるかと思うんですけど、はい、まあそれを信じてるわけですよね。うん、まあ結論から言うとそうはならない。ならないですか。バブルなし。そうですね。それでまずこちらの方をご覧いただきたいんですけれど、はい、この日銀短観というのが、はい、になったことはありますかね。はいはいはい、で日銀短観というのは、はい、まあ大企業の製造業、はい、製造業。はいはい、で中小企業、製造業、はい、非製造業で、はい、景気が良いと思う数値から悪いと思う数値を聞くという、はい、まあ、DEI というんですけれど、はい、ディフュージョンインデックス、はい、でこれがどう変化しているかということ で、うんうん、でここにあります通り、うん、でリーマンショックってありました。はいはい、リーマンショックってのはいつだったか。いやちょっと覚えてないですけど、何年なんですか。これ2008年9月15日なんですけど、はいはい、でその前はここにありますと非常に景気良かったんですけど、はいはい、どんと大きく落ち込みまして、はいはい、で日本の、まあ、鉱工業生産というんですけど、はいはい、生産が3分の1も落ち込むという非常に大きな不況がありました。はいはい、でその後まあ、中国によります、うん、日本円にすると50兆円ぐらいの非常に大きな公共投資もありまして、はい、回復してるんですけれど、はい、でここにありますと通り、確かに大企業、特に製造業は大きく回復してるんですけれど、うんうん、中小企業はどうかというと、こういう状態でずっとゼロの低迷してるんですか。下がっておりまして、はいはい、多少のリバウンドがあってもずっとゼロということですので、まあ、非常に低迷がついているということがわかります。はい、で、あるいはこちらの方が、はい、株価の動きなんですけれど、はいはい、で1970年から89年まで、はいはい、いわゆるバブルの時代に、はいはい、非常に株価が大きく上がったんですけれど、はいはい、この間に株価というのはどれぐらい上がったんですか。いや僕素人なんで全然わかんないですけど、当たずっぽでどんな感じですか。株価がどのぐらい上がったか、パーセンテージ、それとも、まあ、何倍ぐらいになったか。そうですね、10倍ぐらい。かなり欲しいですよ。そうですか。1970年から89年で見ますと、はいはい、まあ、大体20倍ぐらいになってるんですよ。はい、で、それで、まあ、円はどうかということなんですけど、はいはい、円というのはかつて360円でしたよね。はいはい、で、いわゆるプラザ合意というのが85年にありまして、はいはい、さらに急激な円高になりまして、はいはい、円が大体この、30年弱の間で 2.5 倍になりまして、はい、でそうするとアメリカの投資家が日本にいかに投資していると、うんうんうん、実に50倍というものすごいリターンになったわけです。おつまり日本の株を買っていれば、アメリカでそれを換金すると50倍になっちゃう。アメリカの人が日本の株にもし投資していれば、むちゃくちゃ儲かったわけです。お株と為替と両方儲かった。だから株を例えば日本円でもらってて、それをアメリカのドルに換金するとってことですか。そうですね、株を日本円で売ってそれを換金するとってことですか。あちらの方は、はい、当然ドルベースの投資ですので、はい、ドルベースで考えると、はい、まあ、東京株価指数トピックスとか経営といった指数、はい、インデックスというんですけど、はいはい、その上昇以上に為替の上昇もありましたので、はい、ドルベースで見ると50倍のリターン。あー、じゃあもうダイレクトにドルでも受け取ってそれが50倍ドンと。ドルベースで換算すると、はい、おおすごいですね。ものすごい儲けになったという、すごい額ですね。じゃあ日本株ってのはその時はすごい儲かったわけですね。そうですね。ですから、まあ、それと同じようなことが、うん、日本の投資家が、はい、今後新興国にもし投資すれば、はい、起こってくるだろうということで。おお、例えばどこら辺に。それはまた後ほど。はい、分かりました。はい、で、ところがその89年以降で見ますと、ここにありますように株価が大きく下がりまして、はいはい、まあ、東証株価指数という指数があるんですけれど、はいはいはい、これで見ると、1989年から、はい、直近の2015年までに言うと約半分、はい、それはリーマンショック以後ってことなんですか。リーマンショック以後そういうふうになってきたってことなんですか。リーマンショックは先ほど言いましたように2008年ですので、あ、じゃあそれよりも株価の天井というのは89年平成元年の12月29日でして、はいはい、あ、そこからもう加工始めた。そうですね、はい、先ほど言いました何十年から89年がバブの時代で、うん、ね、で89年の12月29日、はい、でこの時に、はい、日経平均が、38,915円、はい、トピックスで言うと2881ポイントで、はいはい、でここが高値です。一番の高値で、
でそこからあの先ほど言いましたように、はい、バンジージャンプ状態でどんどん座ってちょっと乗って、ということで、あの長期的に見るとダラダラと座って、まあ、あまり動かなくなっているという状態で、で今ですと日経平均で、2万2000円ぐらい、はい、トピックスでいうと1700ポイントぐらいですので、はいはい、高値の半分よりもうちょっと上と状態ということで、はいはい、株価は若干戻っているんですけど、はい、まあ、あまり上がらないと。で円についてもすごい円高というイメージがあるんですけど、89年以降で見ると、あのここで見ていただいた通り、はいはい、まあ、ほぼ大きく見ると横ばいといった感じになってます。なるほど、はい、それで、次、はいはい、あの他のもので見ましても、例えばこれがあの長期国債なんですけど、長期国債で見ても、大体91年ぐらいで 8% ぐらいだったんですけど、今例えば10年国債の利回りってどれぐらいいくか、いや、わかんないですよ、大体のイメージとして、10年国債の利回り、今年とか単純に言うと10年国債100万円もしお金になると利子が毎年出るから9とか8とかそのぐらいですか。あの非常に正確ですね、はいはい、あの大体マイナス 0.5 とか、はい、プラス 0.1 とかその辺でうろうろしてまして、はいはいはい、あの文字通りゼロ金利になってまして、100万円預けるといくらくれるんですか。まあ、単純に言うとゼロですよ、ほとんど。あ、ゼロ、じゃあまあ全然意味がないですね。あの、まあ、ほとんどリターンがないということになります、はいはい、へえ。でこちらも同じようにこう、はい、だんだんだん下がってきてこう、うんうん、低迷していると、はい、で、物価についても、あの同じような状況でして、はい、で、今の日本の日銀の総裁ってのは今誰かご存知、いや、僕はあんまりよく知らない、政治分野は分かんないけど、黒田晴彦さんという人が総裁なんですけど、はいはいはい、でこの方が、はい、就任してから、はい、今、はい、4年ちょっとぐらい経ってるんですけど、はいはいはい、もうちょっとしたら5年なんですけど、はい、で物価目標っていうのを掲げてる、はいはい、それをお聞きになったことあります、はい、いやいや、あんまり知らないですね。で物価目標 2% というのを掲げてるんですよ、はいはいはい、で実際どうなったかというのはこのグラフなんですけど、ずっとこのように低迷してまして、一時この10年のところでこう上がっているように見えるが、はいはい、これは消費税の、5% から 8% のその影響で一時的に上がっているだけで、はい、ずっともう 1% もないような低迷している状態で、はい、他の先ほどのグラフと同じような状況になることがあります、はい、うん、もう少し経つと、まあ、お互いに質問の話になるんですけども、はいはい、あとちょっとだけ大丈夫ですから、はいはい、もう少し切り詰めてお願いしますね。はい、はいはいはい、じゃあどうぞ、はいはい、じゃあどうしますか。あとは日本経済と世界経済、まあ、なんていうの、質問を僕に投げかけて、はい、僕がすとんきょうないボタンをするということで、はい、そうですね。そうしましたら、じゃあ今度、まあ、時価総額のことを言いますか、はいはい、アメリカの IT 企業というのは非常に元気だということはご存知だと思うんですけど、例えばどういう企業が思い浮かびますか、ね、アメリカの企業ですか。 IT 企業で、やっぱり Google だの、マイクロソフトだの、そうですね、まあ、Amazon もそんな感じかな、はい、あとは Yahoo、 Facebook、まあそんなとこですか。まあ、アメリカじゃなければアリババとかね、ありますよね、そんな感じだと思いますけど、さすが香川さん、よく言うことですね、はい、1個だけ漏れていたのはアップル。ああ、アップルもそうですね、アップルっていうのがありまして、はいはい、で、まあ、時価総額というもので見ますと、はい、時価総額というのは株価かける株数、はい、で単純に言うと時価総額が大きいと株式市場で評価されている、うんうん、はい、必ずしも売上が大きいということじゃないんですけど、あ、はい、まあ、株式市場で評価されていると、うんうん、単純に言うと将来性もあるというふうに評価されているんですが、はいはいはい、これの、まあ、直近9月末の時価総額で言いますと、はいはい、上から順番にアップル、アルファベット、はい、これはグーグルなんですけど、はいはい、それからマイクロソフト、フェイスブック、アマゾン、バクシャ、あと中国企業がババなんと2社も入ってまして、はい、アリババ、ティンセント、これも IT 系です。へ、でジョンソン&ジョンソン、エクソンモービルがあるんですけど、はいはい、ちなみに日本の企業っていうのはトップの時価総額、トップの会社ってどこ IT ですか。いや、 IT というか全産業で多分トヨタじゃない。あ、そうです、あ、さすが、何かちょっとトヨタはちなみに日本でトップで世界では何位ぐらいだと。世界のトヨタですからね、本当は5本ぐらいに入りたいですけども、まあ、ちょっと直感でいくと40位、さすがですね、はい、
直近で見ると42位で、はい、その前のよりはちょっと上がってるんですけど、はい、それでもわずか十数年前は本当にトヨタも10位とかするぐらいなんですけど、はいはいはい、いや僕まだそんなつもりでいましたけど、そんなもんなんですか、もう全然違うんですか、もうかなり、まあ、落ちてきてるという、はいはい、ようなのが現状です。おで、その、まあ、世界の中での、うんうんうん、一も問題なんですけど、はいはい、では今度の日本の時価総額ランキング、うん、はい、日本でいうと、はい、日本の中だと、うん、上位の企業ってどういうものが来てると思いますか。やっぱりトヨタでしょ。あ、ええ、そうそう、うん、まあ、あとはそうだ、やっぱりあのコンピュータ関係 IT 関係がとあるじゃないかと思うから、その、そうですね、やっぱり NEC とか、うん、それから富士通とか、うん、それからなんだろうな、まあなんだろうな、まあそういう精密機械なんかの、うん、例えばミニベアとか、うん、そんなのもどうですか、わかんないけど、うん、はい、トヨタは非常にいいんですけど、はいはい、直近で見るとトヨタ、はい、NTT、はい、ソフトバンク、はい、ああソフトバンク、三菱 UFJ 銀行、はい、NT ドコモ、KDDI、はい、JT とかこんな感じなんですよ。JT が入ってるの？ JT はそうですね、上位に入ってます、ね、昔のタバコでしょ、何作ってるんですかね、わかんないけど、で、まあ、この顔ぶれを見ると先ほど見たような、はいはい、アメリカの IT みたいな会社、はい、全然入ってないんですよ、はいはい、で、それも問題なんですけど、はい、じゃあ10年前はどういう感じの状態だったの、はい、10年前ってどんな感じだったの、はい、やっぱりトヨタ1位でしょ、ホンダとか、うん、やっぱり自動車系が強かったんじゃないですか。そうでもない。そうです、トヨタが実は10年前に2位ぐらいで、で、NTT、トヨタ、はい、あとは三菱、東京三菱銀行とか、はい、住友第一管理、富士、この辺の銀行がずらさって、金融系が多かったんですか。あとは松下電産、野村証券とか、はい、そういう感じなんですよ、はいはい、で、その、先ほどのアメリカと比べると、そういった IT 系が入ってないということと、全然入ってないですね。10年前と上位の顔ぐらい、ほとんど変わってないんですよ。そうですね、それは日本の国内ですよね。日本の企業です。はあ、企業ね、で、ソフトバンクが入っているぐらいで、はい、まあ、そういった新陳代謝が進んでないということが分かります。じゃあ随分なんかこの日本の経済とか企業と硬直化してるような気がしますけど、例えば、ほらマイクロソフトにしてもグーグルにしてもみんなほとんど新しい企業ですよね。もう何百年も続いてるわけじゃないし、マイクロソフトはちょっと歴史がありますけど、グーグルとかフェイスブックとかでもできて、うん、もう10年も経つ方がいるんですか。そうですね、それでもう世界のトップに立つぐらいの企業になっちゃうんですかね、やっぱりそれはちょっともう、まあそのぐらいのサイクルがないと追いついていかないんじゃないかと思いますよね、はい、どうぞ。はい、分かりました。で、今度はちょっとアメリカの経済についてお話ししたいと思うんですけど、今日本の短期金利ってのはゼロなんですけど、はいはい、ちなみにアメリカの短期金利ってのはイメージとしてどれぐらいだったの。5%。 うん、ちょっと惜しいですね、はい、今のアメリカの短期金利はですね、はい、1.25%、 ああそうですね、 FF レートというんですけど、はいはいはい、で、これがアメリカの短期金利、はい、ここから、はい、ここが変だよ、アメリカっていうコーナーなんですが、はいはいはい、で、アメリカの金利で見ましても、やっぱり日本とちょっと似てまして、うん、1980年代、実はアメリカの短期金利 20% ぐらいもあったんです、はいはい、で、それがこのようにだん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 下がってきまして、はいはい、ちょっと前だと 5% ぐらいだったものが、うんうん、直近までずっとゼロ で、はい、で今ちょこちょこっと上がって、はいはい、で、イメージとして今アメリカの景気ってすごくいいですよね、うんうんうん、で、そのいいという実態が問題なんですけれど、うんうんうん、その例えば単純に失業率が下がるというのは、うんうん、まあいいイメージありましたね、うん、一般に、はい、で、失業率が上がれば物価が上がるし、うん、賃金も上がるということなんですけれど、うんうんうん、アメリカにおいてもその、うん、結論から言うと失業率が下がっても別に賃金も物価も上がらないというのがあります、うんうんうん、で、それがまあ、こちらを見ていただくと分かるんですけれど、うん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 、その以前ですと、例えば、2010年で失業率が 10% ぐらいで、うん、賃金 2% ぐらいだったんですけど、はいはい、これが確かに失業率はこのように大きく下がって、うんうん、今 4.6 とか 4.2 で、うんうん、で、その水準というのはアメリカでいうと完全雇用といいまして、はい、
仕事に就きたければ誰でも仕事に就けるということなんですが、うんうんうん、ところがその賃金は全く上がってませんので、はい、本来のイメージであるこのような、はい、賃金の上昇というのは全くない状態です。ああ、はい、右肩上がりはない、はい、で先ほど言いました通り日本においても、はい、その賃金あるいは物価が上がってないんですけど、はいはいはい、アメリカも実は同じような傾向がありまして、はいはい、で消費者物価の上昇率というのがありまして、うん、はい、これが変動が大きい食品とエネルギー、うん、石油とか除いたものを通常見るんですけど、うんうん、はい、これも、これ1915年以降ですけれど、はいはい、その数値がだいたいこの 2% なし 2.6、はいはい、食品ですと 2.2 ぐらいで、はいはい、全く物価も上がってこないと、はい、非常におとなしい水準、はい、だということで、はい、で、アメリカの FRB のイエレン議長という方がいるんですけど、はいはい、この方が、この状況を、はい、なんだろう、難問謎ということですけど、はいはい、でそのように呼んで不思議やってるんですけど、はいはい、私から見ると、むしろ不思議ではないというか、はい、当然というか、はいはい、そのように経済が変質しているということです。つまりその経済の変質っていうのは、うん、どういうことなんでしょうかね。例えば経済がグローバル化して、そうですね、賃金が、ええ、例えばですよ、日本でその IT のなんかデータ処理とか しようとしますよね、ええと、ある一定の賃金払わなきゃダメですよね、ええ、それインドに、ええ、ね、電子的にパッと送って、ええ、委託してまた戻ってきたら、ええ、もっと安くできますよね、うん、ええ、それがやっぱりそのグローバル化っていうのは、その賃金を上げない理由とかそういうことになるわけですか。それも一つの理由です、うん。あとは日本インドの場合ですと、その原告の壁がありますので、うん、はい、日本がインドに委託するというのは若干難しいんですけど、はいはい、例えばアメリカでしたら、うん、フィリピンとかインドでも英語が使えますので、はいはい、そうですよね、いわゆるアウトソーシングで、うん、もう簡単な業務はフィリピンに任せるとか、はい、そういったことが出てきます、はい、例えばそのプログラミングとか、ね、コンピューターの、ね、この、ね、アプリケーションを作ってくれって言って、ね、まあ、日本語だとちょっとあれかもしれないけど、ね、それをお願いして、あと、ね、日本語の説明だけをちゃんと取り入れてやれば、ええ、逆に言えばそういうメイン のプログラミングもできちゃうってことですよね、ええ、インドとかそういう外注しちゃってってことですよね。そうです、インドからの、日本からの外注ってあんまりないんですけど、うん、でこのように低迷しているんですけど、うんうん、ただアメリカで逆に非常に元気がいいというか、うん、上がっているものがあるんです、はい、それは何だと思います。アメリカで上がってるもの、ええ、なんでしょうね、わかんない。アメリカが上がってるものって言えば、はい、結論から言うと、はい、株なんですよ、はいはい、ニューヨークダウはご存知のように非常に高値をどんどん更新してまして、はいはい、でこのグラフで見ていただくと分かります通り、はい、そのアメリカの雇用、はい、雇う人です。これはリーマンショックで先ほど言ったように、はい、アメリカが大きく落ち込んだんです、はいはい、で株価も落ち込んだんですけど、はい、その後雇用も回復して、はい、株価も非常に上がっているという、はいはい、でただし賃金や物価は上がらないと、うん、こういった状況になっていまして、はい、で結論から言うと、その、うん、汗水垂らして働くといった語弊あるんですけど、労働者の人とかは全然儲かってないんですけど、うん、株をたくさん持ってる人、はい、単純に言うと金持ちは、はい、ますます金持ちになって儲かって、はいはい、で中間層以下は、はい、ますます貧乏になると、お、そういう格差の拡大と、あ、それよく言われますよね、二極化の構造もね、まあ、そういう話もね、してもらいたいんですけども、はい、はい、どうぞ。で、はい、あと今度新興国の方に行きますと、はいはい、こちらのグラフにありますと、はい、この一番下が日本の成長率なんですけど、はい、日本はこんな感じでもうほとんど成長率に近くて、はい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 、それに対してインド、中国は非常に高い成長率を保るとする予定でして、はいはいはい、でかつてはブリックスと言いまして、はい、ブラジル、うん、ロシアも、はい、高い成長だったんですけど、はい、今資源価格が下がってきておりますので、うんうん、そういった資源国と、うん、そのインド、中国とかだいぶ格差が出ているという感じです。香川さん自身はこういった新興国への投資とかはやったことは、投資っていうことはしてないですけども、うん、ね、一番興味があるのはやっぱりこう、ね、さっきもおっしゃった、ね、その日本社会または世界社会において、ね、そのお金持ちの富裕層と、ね、それから労働者階級の、ね、
貧困層にこれから中間層がなくなって二極化していくっていうのが一番心配ですよね、はい、そこら辺はどうですか。もうあとちょっとしか時間はないですけど。そうです、はい、まあ、いよいよ別にして貧困化っていうのは進んでおりまして、はいはい、この前のトランプさんの当選したアメリカの大統領選挙を見ますと、ヒラリー・クリントンさんに投票した州っていうのは、はい、カリフォルニアとかニューヨークとかで、それはどういう場所だと思います、はいはい、どういう場所？やっぱり労働者？いや、金持ちが言うってことです。え、あ、そうなんですか、はい、金持ちがその労働者の味方であるはずの民主党にみんな、はいはい、いやでもほら民主党っていうとやっぱりどっちかというとリベラルで労働者の味方っていうのはそういう感じがするじゃないですか、いやその金持ちは、うん、ヒラリーさんに投票して、でそれに対していわゆるラストベルトと言われている、はいはい、その石炭であるとか五大湖周辺とか、はい、ラストで錆びついたって意味ですと、錆びついた鉄鋼所石炭みたいなところは所得水準、まあ、貧しいですよね、はい、貧しい人が実はアメリカでも有数の金持ちのトランプさんに、逆転してたんですか。あ、そういう構造だったんですか、ね、そういうことなんですけど、いや僕はもう逆だと思ってましたね。もう、トランプさんっていうのはもう企業とか、そういう人たちの大金持ちの人たちが支持する、いやそういうことでは全然ないです、うん、そうなんですか、それは知らなかった。そのようにやはりうん、まあ、格差というものは非常にどんどん拡大してますので、はいはい、要するに、まあ、結論から言うと自分が持っている資産を運用しないと、はいはいはい、残念ながら賃金が伸びていくというのは先ほど言ったように非常に見込みが難しいということが言えるかと思います、はいはい、じゃあそろそろ終わりにしたいと思うんですけども、はいはい、今日はちょっと一つびっくりしたことが、はい、そのトランプさんが、はい、そのどちらかというと富裕層じゃなくて貧乏な人というか貧困層に支持されたということと、それがもう一つはそのやっぱり、中間層がいなくなって貧困層と富裕層だけの時代になるということを、まあ、二極化が進んでるということです、はい、まあ、それは特にコンピューターとか AI とかそういうことがあったからですかね、うん、そうでもない、はい、もう一員かもしれませんが、まあ、それだけではないです、ね、はい、あ、とにかくそういうふうな話をしてくるということでなりました、じゃあ今日はどうも、はい、ありがとうございました。じゃあ、三沢悦郎さんでした、はい。